君たちはね、客を楽しませてこそ初めてチップがもらえるんだ。月給8000円ぐらいだな。うち中日干しになるがいいや。バカ。好き好んで前なんか勤めるもんですか。無理にお酒を飲んで体を壊す。男におもちゃ扱いされる。こんな商売、勤めた日から一日だって楽しいと思ったことなんかないわよ。ねえ、はるちゃん、ママって本当に旦那ないのかしら。うん、堅いんで評判よ。でも、いつかはなんとかなっちゃうわ、女だもん。この際、店持つとか、結婚するとか、なんとか考えなあかんな。ええ。男の仕事だって、一生かかってもうまくいくかどうかわかりませんもんね。それは女一人であなた、なみなみじゃありませんよ。私は階段を上がる時が一番嫌だった。上がってしまえば、その日の風が吹く。